落語たのきゅう。阿波の徳島というところは芸能の盛んなところでして、徳島の在田能村にも久兵衛さんという大層お芝居の得意な人がおりました。仲間と一緒に一座を作り、祭りの時などに芝居を見せていたのであります。田能村の久兵衛さんですから、田の久とみんなから呼ばれており、一座の名も田の久一座と申します。大層面白いという評判が広まり、方々から声をかけられ、時には遠くまで出かけていくこともありました。この時も伊予の宇和島にやってきておりまして、芝居も人気上々、毎日大入り満員の盛況でありました。そんなさなか、久兵衛さんに国元から手紙が届いたのであります。読んでみると、長く旅に出ている久兵衛さんを案じて母親が病気になってしまったとのこと。そこは親孝行の久兵衛さんですから、いても立ってもいられません。早速後のことを仲間たちに頼み、大切にしている自分の舞台衣装とカツラを風呂敷に包むと旅支度を整え、田能村を目指して宇和島を後にしました。いくつも峠を越え山を越え、昼間は大した休みも取らず、幾日か歩き続けました。いよいよ最後の山です。この山には上ばみが住んでいて、今まで何人も飲み込まれているんだ。昼間は出ねえが夜はきっと出るからよしなせえとふもとで言われたのですが、なあに、昼も過ぎたばかり、夜にならないうちに越せばいいと、そのまま山に入っていきました。ところが山は思ったより険しく、とうとう夜になってしまいました。道もほとんど見えない暗がりの中、不意に小屋が現れました。木こりの小屋でしょうか。誰も住んでいる様子がないので、久兵衛さんは上がり込み休むことにしました。枯れ葉を集め、いろりに火をつけました。すると急に眠気が襲ってきて、ごろりと横になるとそのまま眠ってしまいました。どのくらい経ったでしょうか。どこからともなく冷たい風がひゅーっと吹いてきて、おい起きろ、やっと人間にありつける、おい起きろ。はっと目を覚ますと、いろりの向こうに老人が座っています。すみません、お留守だと思ったものですから、一夜の宿を使わせていただきたいと思いまして。そんなことはいい、ここは俺の小屋じゃねえ、それより着物を脱いで早く支度をしろ。支度？俺は上ばみだ、お前を飲んでやる。え、わ、飲む前におめえの名前くらいは聞いてやる。どこの誰だ。私は田の浦の久兵衛と申します。何？はっきり言え、はっきり。田の村の久兵衛、田の久でございます。何？たぬき？けっ、バカバカしい、人間じゃねえのか。たぬきならなんでこんな山ん中でそんな格好してるんだ。はい、人間は油断も隙もありませんで、母親を見舞う途中、もし捕まってはと。うむ、ちげえね、人間も賢くなったかもしれぬが、俺もここ何年も人間を飲んだことがね。
せっかく久しぶりに飲めると思ったのにな。それにしてもおめえうまく化けたもんだな。なんか他に化けられるんだろ、見せてくれ。いやそれは、と言いかけて久兵衛さん、自分の二のことを思い出し、化けますが化けているところを見られると死んでしまいますもんで、後ろのついたてのところで化けてよろしいでしょうか。ああいい、やってみろ。久兵衛さんさっとついたての後ろに入り込むと、得意の早変わり、いかがでしょうか。お娘か、いやーうまく化けたもんだ。またさっと入ると早変わり、今度は侍か、なるほど、うめえうめえ。小坊主か、うん大したもんだ。また入ると、いやいやそりゃ相撲だな。いやーもういいもういい、最後に一つ。そう言ってついたての後ろへ。これはいかがでしょうか。なんでそれは。はい、たぬき男で。狼男なら聞いたことあるが、たぬき男ったまぬけじゃねえか。はい、元の姿に戻りますと、今度人間に化け直すのが大変なものですから、半分たぬきの半化けで。いろいろあるんだな。それにしてもうめえもんだ。俺なんざ年いってからはこの姿しか化けられなくなっちまった。人間に覚えられてな。おうそうだ、俺に化けるのを教えてくれねえか。俺んとこへ2、3日泊まっていってゆっくりしていけばいい、どうだ。ブルルル、とんでもありません、母親が病気でしてすぐに戻ってやりませんと。そうか、そんなら母だぬきの病気が治ってからでいい。必ず俺を訪ねてくれ。俺の住みかはな、山のてっぺんの大きな日本の松の木の間の穴蔵だ。なあにすぐわかるさ。それからおめえの好きなもんを用意して待ってて、好きなもんを言ってみな。いやきれいなもんを聞いた方が早いな。きれいなもんはなんだ。嫌いなものと言いますと、ほらなんかあるだろう。俺はタバコのヤニと柿渋がで嫌いだ。あれが体につくと肉が腐ってくるんだ。おめえが怖くて綺麗なもんはなんだ。そういうことなら私はお金が怖くて嫌いです。金？ああ寺でボーンとなる金か。いいえそうではありません。人間の使うお金で、金に目がくらみ人間同士がいがみ合い果ては殺し合うのを見ると、俺にはそういうことはわからねえが、金か。そうです。俺もおめえのきれいなもんを誰にもしゃべらねえが、おめえも俺のきれいなもんを誰にもしゃべるなよ。もししゃべったら、たとえたぬきでも飲む。へえ、必ず訪ねてこいよ。そう言い残すと老人は姿を消しました。と同時に、夜が明けました。さあ蛇の口を逃れたとはまさにこのこと。久兵衛さんはどこをどう走ったか、転がるように山を下り、ようやく人に出会いました。おや、あんたは田能村の久兵衛さん、どうしたんだこんなところで。それから久兵衛さんは山で起こったことを1から10まで話しますと、いや芸は身を助けるとはよく言ったもんだ。それで上ばみの嫌いなのはタバコのヤニと柿渋なんだな。てんで村中でキセルの掃除が始まりました。村だけでは足りないと、周りの村から町からタバコのヤニが集められ、水で伸ばして上ばみ退治のドレッシングが出来上がりました。柿渋というのは渋柿から搾り取った渋汁で、
塗り物や染め物に使います。これも桶にたっぷりと用意しました。いよいよ上場見退治の始まりです。上場見も眠ると言われる真昼時を狙い、桶を大勢で山のてっぺんに担ぎ上げ、2本の大きな松の木の周りを取り囲みました。木の間には確かに洞穴があり、ここにヤニ水を流し込めばきっと上場見は飛び出してくるに違いない。出てきたところへ柿渋をかけ、逃げ道を塞いで谷底へ落とす作戦です。やるぞ、声がかかりました。それドボボ、チュジュジュ、グルルルル、うわー出た、それぶっかけろ、わーわー、上場見はあっちへのたうち、こっちへのたうち、七点バット、ついに崖っぷちに。やったぞ、田の村の久兵衛さんの言う通りだ、田の久さんのおかげで上場見退治ができた。田の久、そうか、おのれ、あいつはと言い残し、上場見は谷底へ落ちていきました。さて、話変わってこちらは田の村の久兵衛さんの家です。久兵衛さんは帰りつき母親を見舞いました。幸い病気は軽く、久兵衛さんが戻ってきて安心したか、病気はすっかり治りました。食欲も出て、夕ご飯のあと、よかったよかった、もう長旅には出ないでおくれ、ああそうしますと話し合っていると、冷たい風がヒューッと吹いてきて、外から不気味な声で、おい久兵衛、貴様人間だったんだな、よくも俺を騙しやがって、おかげで俺はもうじき死ぬ、だがな、おめえを道連れにしてやる、これを見てくたばれ。すると、ジャリンジャリンジャリジャリ、ジャリンジャリンジャリ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 と激しく板戸を打つ音がしばらく続き、やがて静かになったので、久兵衛さんがこわごわ戸を開けますと、なんとそこには1万両ものお金が積み上げられておりました。その後、久兵衛さんはこのお金で立派な芝居小屋を建て、芸能の発展に役立てたということです。おしまい。